ただいま。帰ってくるの遅くなってごめんね。寂しかったでしょ。あれ？どこにいるの？ねえ、どっかに隠れちゃったかな。やっぱり手錠とかでつなげとかなきゃダメだったかな。出てきてよ。今なら私怒らないからさ。返事なし。私とかくれんぼする？てかしたいの？あれ、トイレかな。君トイレに入ってるの？あら、ごめんね。でも早く出てきてくれると嬉しいかな。私リビングで待ってるよ。ぎゅー、捕まえた。今日も泣き心地最高。このまま君を抱き枕にして寝たいよ。ダメかな？ダメか。で、なんで君トイレに隠れてたの？君、何か私に隠してることない？何もないです。ふーん。で、よくよく見たら君の着てる服、私の高校生の時の。久しぶりに見たな。やっぱり可愛いよね。ねえ、君さ、私が高校生の時の服着てどうしたの？黙ってる。じゃあ聞き方変えるよ。何しようとしたのかな。何もって。じゃあなんでその格好でトイレに入ってたの？正直に言って。そっか、それでも言わないんだ。何しようとしたのか気になるな。は、それなら私にも考えがあるよ。こうやって押し倒して、お耳いじめてあげる。私、一回やってみたかったんだよね。あれ？言ったっけ？私、女子校出身なの。だからね、女の子同士がイチャついてるの見てて、やってみたいなって思ってたんだ。こんな形でかなとは思ってもなかったな。は、もしかして恥ずかしいの？だって、君今すっごく顔真っ赤にしてるよ。すっごく可愛いっていうよりは、ちょっと上着がはだけてるのもあって、すっごくエッチな感じ。誘ってるのかな？食べてほしいのかな？あ、そうだ。ねえねえ、君さ、優しくしてくださいって言ってみて。早く早く言えよ。言ってくれないんだ。そっか、まあいいや。そしたら早速君のこと食べちゃいたいんだけど、その前に君を今から女の子にしてあげるね。なんで不思議そうな顔してるん？は、そっか。鈍感で鈍い君にはわかんないか。わかりやすく言うとね、メス落ちさせるって言ってんの。ねえ、目にハートついてるよ。よっぽどしてほしかったんだね。息切れちゃって、そんなに興奮しないでよ。余計興奮しちゃうじゃない。君が私を興奮させるからいけないんだよ。
今からいっぱい気持ちいいことするけど、せめて30分は持ってね。